オちゃん、こっちや。ミオちゃん、ノエちゃん。泣きみそやな、ミオちゃん。キツネはコンコン、涙はコンコン。バチが当たってしまう。どないしよう。怒られるんもバチ当たるんも一緒や。何してるんや。えらいことしてくれたな。あんたらかていつ何時うちらみたいな身の上になるやもしれん。新町の女子が命の水みたいに思ってる花の井を汚して、そんな真似は二度としたらあかんで。食べたらお帰り。うん、甘うて美味しいな。口の中がひんやりするわ。ありがとうございます。東大先生よっ、太っ腹。東大先生おやじ、本当ありがとうございます。東西先生。うん。話、ノアちゃんに何する気や。話せ。その子は淡路屋の恋さんやで。淡路屋、蓬莱橋通りにある唐駒物の大店で。うん。この道に入って久しいが、まれに見る強運の層。強運の層やて。えらいこっちゃ。先生、そんなに。太閤秀吉にも勝る天下取りの層。朝日が勢いよく天へと昇るがごとく、まさに旭日昇天の宗や。えらいこっちゃ。天下取りの宗が出たで。天下取りやで。おまはんは運がい昇天の宗やな。運がい。頭上に雨雲が立ち込めてる。真っ暗な天気や艱難深刻。かわいそうやが、おまはんの人生には苦労が絶えんやろ。けんど苦労に耐えて精進を重ねれば、必ずや真っ青な空を望むことができる。他の誰にも拝めんほど青く澄んだ空や。来るんやきっと。そんなことない。ノエちゃんはノエちゃんやもん。
なんやそれ。はい。うちらは何があってもずっと一緒や。うん、ずっと一緒や。でしょ？せっかくの深川垣を出たもんじゃねえ。二度と来るか。何考えてやる。なに気にすることはねえ。でも、もう二人目です。何を考えてやがる。せっかくの深川垣をけれども、そいつはこっちのセリフ。こんなにうまいのにろくろく食べもしないで大バカ野郎が。顔にそう書いてあるぜ。面白い。面白い。あ、松原さん、お帰りね。ああ、また来る。教えてください。何が悪かったのでしょう。この店に雇われて美月、今日初めて料理を作らせていただいたのにあの有様です。旦那さんに申し訳のうて。さあな。そいつは俺の預かり知らぬことだけんど、面白いとおっしゃってくださいました。まずいではなく、面白いと。国は髪型のようだな。はい。髪型では奉公人が客を捕まえて料理の教えを請うのか。すいませんでした。ああ、それにしても見事な下がり眉だ。江戸では殻ごと七輪にな。へえ。旦那さんが余った柿を焼いてくれはったんですが、うん、やっぱりうちは柿には白味噌が一番や思います。味噌が溶け出したんをふうふう言うて食べるんが。うん、そう言うたら左平はよう和邸の目盗んであんたを柿舟に連れ出してたな。すんません、
思い出させてしもって。何を言うてるんや、死んだわけでもあるまいし、あの子はきっとこの江戸のどこかで達者にしてる。あの人がちゃんと見守ってくれてはるわ。へえ。それにしたかて、ほんまに見事な下がり眉や。もう五両さんまで。テント様、失礼ですが、ここが化け物稲荷と呼ばれているのはご存知で？はい、参るとたたられると聞きましたが、荒れ果てていたお稲荷さんがかわいそうで。ああ、あなたでしたか。ここを手入れなさっていたのは。似ているんです、大切な幼馴染の根元に。おやじ、なんだよこれ。なんだよこれってことはねえだろ。それは牡蠣だよ。牡蠣ってのはわかるけどよ、女料理人の作るもんはいつも、なんだかなぼんやりしてんだよな。うん、ありえねえ。あ、もういいや、そばくれ、そば。ああ、俺もだ。俺も。はいはいよ。よう、下がりまい。いらっしゃいまし。なるほど、今度は牡蠣のしぐれに髪型風か。また面白いですか。おいしいではなく。おい、ミオちゃん、ミオちゃん、大変だ、ゴレモンさんが倒れた。
大丈夫です。結局という症状ですが、命に関わるものではありません。ありがとうございました。気に入り。でもまさか二人が不知り合いだったなんて、玄斎先生も隅に置けないね。いえ、先日化け物稲荷でお見かけしただけで。この辺の人はみんな玄斎先生のお世話になっていてね。そうでしたか。美穂さんはお母上と大阪から。お母上じゃなくて、およしさんはごりょんさん。ごりょんさん。上方では奉公先のおかみさんのことをそう呼ぶんです。ほら、10年前の大阪の大水、あれでかわいそうに美穂ちゃんは二親をさ。今日は2年の大水ですか。堪忍したったらどない出すのや。剣道、こっちかて商売や。おお、商売出すか。これで文句なし出しちゃろ。もうこの子に手出しは無用出すで。さ、立てるか。ゴリョンさん、お寿司は？いりまへん。料理は料理人の器量次第。アンさんの器量のほどはよう分かりました。ほな、行こうか。お二人はそれからずっと。へえ。大阪の店はとうに焼け、江戸の店ものうなってしもたのに、この子は今でもわてをゴリョンさんと。そうでしたか。これはしけ。では私はこれで。あ、待ってください。冷や飯のおにぎりならすぐに。いえ、そんなわけには。上方風の牡蠣のしぐれ煮もつきます。いや、うまかった。上方のしぐれ煮は色白で味が控えめなのですね。江戸は何でも味が濃いような気がして。江戸は職人が多いですからね。え？大工などは年中汗をかきます。体から塩が抜けて自然と味の濃いものを好むようになるのでしょう。それで。食は人の天なり。口から取るものだけが人の体を作るのです。ご用心ください。食は人の天なり。食は人の天なり。せめ、おいがつおだ。おいがつお。うん。かつぶしってのはな、なんといってもこの香りだ。しょうゆと合わせたって負けねえのさ。じゃあ。もうちょっとだな。もうちょっと。うん。
さあさあ、お女房が作った吹きの煮物、どうで？どうでって言われたってな。こいつはいいや。ちっと腕上げたな。ああ、醤油がじゅわーっと。ありえねえ。こいつは酒が進むじゃねえか。こいつはいけねえ。いけねえよ。おい、酒も煮物もおかわりだ。はい。おい、こっちもおかわりだ。俺も。はい。ああ、よう、下がりまい。小松原様。おかげさまで、お女房の作ったつまみはすっかり評判で。そうか。親父、もう一本頼む。へい。お前さんはこの味に特進してるのかい？上方の味を通していた頃に比べればお客さんの評判は悪くはありません。でも食は人の天なり、このままではいけない、何とかしなければと。根本を間違えている。料理の基本がなっていない。料理の基本がなっていない。料理の基本ですか。いろいろと試してはいるのですが、江戸と大阪では水の味も人の好みも違います。医術の世界でも正しいと思っていたこととまるで逆の答えが出ることがあります。学んでも学んでも学び足りない。はい。でも思い詰めるのも体に毒です。そうだ、美穂さんは吉原に行かれたことは？吉原ですか？もうすぐ発作。その日はにわかという盛大な見せ物が出て、女の方も見物ができます。一緒に行ってみませんか？
聞くのじゃねえか。おお、見なよ、あれ松前のソメイソじゃん。十文字屋の胡蝶に扇屋の四川までいるぜ。おお、粋な真似しやがるね。お狐様だ。あ、朝日大夫に違えねえ。ね。朝日大夫？ああ、江戸じゃな、知らねえものがねえって大夫だよ。その美しさは日の本一。何しろな、琴、胡弓、三味線、それだけじゃねえぞ。踊りや歌まで読もうっていう大夫だからな。ただな、そのお姿を拝めるのはもう数えるほどだけなんだよ。どうぞ。吉原が作り上げた幻の花魁とも言われています。先生、な夢壊すようなことをさ。玄斎先生、いつもの。え、先生、吉原馴染みですか？こら、隅の毛なそうよ、時には毎日毎日。違います、吉原には往診で。ほう。あの、お箸が足りません。お箸？はい。うん。えぇ、ー、うん。大丈夫。すみません。酢醤油とは髪型ではお砂糖なもので。砂糖？ところてんに。はい、黒砂糖を煮詰めて蜜にしたものをひんやりしたところてんに甘い蜜が絡んで、それはもう夏になると幼なじみとよく食べました。その幼馴染っていうのは、あの、お狐様に似てるって。はい。キツネはコンコン、涙はコンコン。泣き虫の私をよく慰めてくれて。いや、あの虫はその幼馴染っていうのは、あの、お水で行方知れずに。でも、のえちゃんと私はいつか必ずまた会える。のえちゃんは旭日昇天ですから。菊のや、見事だったよ。まあ、ああ、太夫と同じ舞台でコンコン。あつきはそれだけで幸せでありんした。盛況盛況、朝日見たさの今日のにわかよ。でも幻は幻のまま。それでよし。それでも我が沖縄は吉原一の評判じゃ。またしか、入れ。またじ、おいしそうや。
ってどうなってんで。ああ、そばの釣り屋でところてんたな。ありえねえ、ありえねえよ。お待たせしました。いただきます。しかし、さらし天草でところてんたな。はい、髪型の作り方ですが、寒天より磯の香りが強いので江戸の酢醤油の食べ方によく合っていました。うんうん夏の終わりの遊びのつもりがすっかり繁盛しちまったよ。年も年、そばちゃん無理なんだよ。ついちゃおめえさん、この店引き受けちゃくれめえか。え鶴屋の鶴ってのはな、死んだ娘の名前なんで、それだけ残してくれりゃ、あとはもう好きなようにしてもらって構わねえんだぜ。お見覚えか、この店へ切り盛りする。こいつはお遊びだね。年寄りの本気の夢さ。ほうか、それで美穂はどないしたいんや。わかりまへん。ただ料理の基本やな。へえ、料理の基本はやはりだしや思います。せやけど江戸の水には昆布は合わんような気がしますし、鰹節の味にもまだよう慣れてなくて、今のままでは鶴屋の看板やなんてとても。狐の嫁入りだな。え、晴れているのに雨が降る、こんな天気のことだ。覚えておけ、下がり眉。旦那さんから鶴屋を任せたいと言われました。あれからずっと考えています。料理の基本、でもまだ見えないのです。霧の中にいるようで。どんな時も道は一つきりだ。道は一つきり。見よ、これをな、一番ええ鰹節に変えてくるんや。せやけど、これはコリョンさんの大事な。うん、覚えてるか、おまはんが12の時やった。井戸水の味が変わったとたった一人見抜いたことがあったな。ええ、
その舌の鋭さを買うて女子の身を板場に入れたんはうちの人や。釣り屋の旦那さんもうちの人と同じ。おまはんにかけよう思ってくれはった。見よ、やっとお見。わてはおまはんをほんまの子やと思ってるのやで。これがうちで一番上等な鰹節です。ここは鰹節を煮出さずにこのまま10ほど数えたらこします。はい、10。ひふみよ。そばの出汁はここから煮込むんだけどね。はい、鰹節の出汁は煮込むと酸味とえぐみが強くなります。そばの出汁は濃い返しと合わせるので良いのですが。ひふみよ。旦那さん、鶴屋の出汁は江戸と上方のいいとこ取りにするつもりです。鰹節と昆布を合わせてみようかと。お女房、それじゃあお姉さん何かい。するよ。はい。ちょっと先休ませてもらうね。はい。やっとできました。鶴屋の出汁出す。この出汁で何を作る気や。それはずっと考えていたんですが、
やはりあれにしようかと思います。天満一丁庵でも評判やったあれだす。あ、あれか。へえ、このだしで、あのトロトロを、トロトロチャームシン長、こっちもチャームシン。いやー、評判通りの味だったな。ありがとうございます。またのお越しよ。また来るよ。ミーフーミー、ここに置いとくよ。ミオ、間に合うか。へえ、うまかったよ。まったく、信じらんねえな。ああ、ありえねえ、ありえねえよ。見ろよ、嫌だね、女房連れまで来てやがる。ここがその妙な女料理人の店か。はい。ご両さん、あ、これな。トロトロか、楽しみだね。鶴屋名物トロトロ茶碗蒸しでございます。どうぞ。お熱いだす、お気をつけて。なんだ、トロトロんなの。おいお百、料理に愛らしいなどと不粋な。やぶにすまねえな。おっ、なんだってんだい。え、吉原の沖縄で料理番をやってるマタジってもんだ。沖縄ってのは、あの朝日が。余計なこと言うんじゃねえ。すまねえが、昌番の茶碗蒸しとやらをこれに。すいませんが、茶碗蒸しは茶碗ごと蒸すもので。だったらその茶碗ごと売ってはもらえねえか。それが数が足りていなくて。ある方の故郷を忍ぶよすがに、何としても持ち帰ってやりてんだ。その方は上方の。ああ、だが店に来られるようなお人じゃねえ。そうだ、これを器に使っちゃくれねえか。あ、青竹雄ですか。青竹。竹の器なら蒸し直しもできます。持ち帰るようにうちの店でも使ってよいでしょうか。いや、構わねえよ。ところで、あんたも髪型の出と聞いた。何か髪型の話を、その方への土産話にしてんだ。髪型の話ですか。ほんまや、ほんまにトロトロやし。はい。またじ、その料理人は
ほんまに女子やったんか。はい、それも大した腕です。その茶碗蒸しの出汁、上方の味と江戸の味を一つの器に合わせたそうです。太夫は新町くるわの花の井をご存知で。花の井、よう覚えてる。懐かしいな。その料理人は幼い自分に誤って花の井に下駄を落としたことがあったそうで、その時料理人の一番の友だった幼馴染がわざと下駄を投げ入れて一緒に怒られてくれたんだそうです。はい、本当にもう何やってんだろうね。ああごめんよごめんよごめん。信じらんねえな。おい、 ありがとうございます。おいおいおい、お寮さんどうしたんだよ。さっきからよ、本当にもうそわ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 して。いやいや、いやちょっとちょっと、大変だ、大変なことが起きちまった。ああ、何ですの？カナちゃん、カナちゃん、ニオちゃん、あたしがよやったんだよ。釣り屋のトロトロ茶碗蒸しが番付に乗り上がった。それもいきなり席上げだ。なんてこった、女の料理人がやりやがったな。お雑煮でございます。置いとくよ。あ、どうも、お帰りだ。あ、どうもありがとうございました。でございます。大丈夫ですか？人の心配をしている場合か。この店こそ正月早々閑古鳥ではないか。今お客さん帰りました。相変わらず口も悪いし顔も悪いんだから。いやいや顔は。まあ大関と同じ料理では関脇は寄り切られて当然。大関？料理番付で万年大関の鳥羽郎のことで。おお、鳥羽郎がどうしたってんで。知らないのか、年明けから茶碗蒸しを出しておるのだ。それもあの鳥羽郎が一つ四十文で。鳥羽郎が四十文？でもうちは二十文ですよ。バカ者、江戸で鳥羽郎といえば夢の料理屋。その店の品が四十文で食べられるとなれば、こんなちんけな店を2回我慢する甲斐があるというもの。江戸の男は見栄っ張りですから。ふん、見栄ではない、張りだ。張り？生きる庶民の張り合いだ。しかもあっちの茶碗蒸しにはアワビが入っておった。アワビです。けど旦那、ここを2回我慢して鳥羽へ行かれるんですかい？わしは我慢してないからここにいるんだろうが。まったく野暮な店主に料理人だ。なんで先生アワビって知ってるんです？なぜだと思う？顔が悪いから。まったく話がつながっておらんぞ。
さすがは大関の登竜堂よ。はい。そうだ、小野寺、例の見合い話はどうなったんだ。ああ、まさか他に思いを寄せてる娘でもおるのか。いえ。はい、茶碗蒸しが2つ。これはこれは、時計の間の駒沢様、小野寺様、上様のお食事を取りしきる御前奉行のお二人に来ていただけるとは、このうねめそうまも身に余る誉れ。なあ、さすがだよ。評判通りの絶品だ。小野寺様はいかがでしたか。はい。小野寺はあの関脇の店の茶碗蒸しも試したいようだ。おお。あ、どうぞ、ごゆるりと。この出汁は鶴屋と同じ味や。五郎さん、卑怯者、ここの出汁は鶴屋の猿真似やないか。お客様、この出汁は美代の出汁だす。この寝る間も惜しんで命削ってたどり着いた味や。邪魔だよ。五郎さん、五郎さんになっちゅうことするんや。おお、噂の女料理人は気性が荒いらしい。ご亭主か、あの出汁どないなつもり出すのんや。大棚の主として恥ずかしないんだすか。昆布とカツオの合わせ出汁のことですか。別段昔からある手法ではないですか。味が似ているからと騒がれても。噂ではあんたあの大阪の天満一丁庵の女将だったとか。二代目が起こした江戸の店も早々に潰れ、当人も行方知れずと聞いている。当然だ、客を取られたなど言いがかりも甚だしい。言いがかりなんか、治療代だ。こないなもんいりまへん。後で騒がれても困ります。そないなアホな真似はもうしまへん。料理は料理人の器量次第。この店の器量のほどはようわかりました。登竜楼、この仇は必ず料理で。覚えときなはれ。ずいぶん騒がしかったが。ああ、大したことでは。例の鶴屋の女料理人がうちに言いがかりをつけに来ましてね。面白い。面白い。はい、鶴が竜に挑んでいることが。
だ、客の入りだ、悪いね、みんな。おお、あんたたち、おお、おお、帰った、うろちょろするんじゃない、まだって、まだいか。旦那が柄が悪いなって言ってるわけじゃありませんよ。ああ、お客様いらっしゃいました。なんでお前がいるんだ。まったく、あたしったらとんでもないこと。いいんですよ、塩で清めてもらうくらいがちょうどいい。けどさ、あの連中を差し向けたのが都留郎だとしたら、あんた下作者としてはほっとけないよ。下作者？はい、こちら下作者の滝沢正門先生で。滝沢って、あのお姫様と犬の話の？里見発見伝はこの人にしちゃ上出来だよ。私はてっきりただの口の悪い旦那か。そう、口も悪きゃ態度も悪いし、まあ、顔も悪い。じゃあお題はこの人が。どうみよ、ちょっと。はい。綺麗な色だろ。鶴屋さんならきっと気に入ると思ってね。ありがとうございます。若い娘が包丁で身を立てようとしている。私も助立ちしたくなってね。流れ山は相模屋の店主が苦労して苦労してようやく作り上げた白みりんです。ありがとうございます。こんなにいいみりんを作っていただいて。ぜひ鶴屋で使わせていただきます。ごひいきにね、相模屋の白みりん。これでますますうちの人を驚かせてやってね。あれでも私にとっては大事な人だからさ。悔しいね、こんなにうめえのによ。お酒の用意してきますね。すまねえな。
見よ。うちが悪いんだす。うちが怒らせてしもうたから。みよ、そうやない？運外蒼天そうやな。運外観南神君、かわいそうやが、おまはんの人生には苦労がたんやろ。運外蒼天観南神君、うちのせいだす。うちの、夜分にすまねえ。沖縄のマタジだ。こんなところまで押しかけてすまねえが、どうしてもまたおめえさんのこしらえるものを食べたいと。でも、あの店はもう。鶴屋の旦那から聞いたよ。無理にとは言わねえが。それは？おぼろ昆布です。このままでもお吸い物にしても。上方の方ならきっと懐かしんでくださると思います。それはありがてえ。いえ、ただもうこれが最後かと。これは？中に文が入ってるだろが、どんなところか知っているだろう。太夫に頼まれた。もしあんたに料理を作る気力も失せているなら、そのまま黙って帰ってこいと。でも
あんたが握り飯の一つでも握ったのなら、その文よと。でけたで、なえちゃん。太夫にお伝えください。お金は少しずつ返します。いただいた文を胸に刻んで精進しますと。あの娘、太夫に会いたいと泣いていました。相変わらず泣きみそやな、美桜ちゃんは。会えるわけないのに。うちは朝日太夫やない、のえちゃんやもん。みおちゃんの中ではずっとのえちゃんやもん。泣きみそやな、みおちゃん。のえちゃん、うちもう泣いたりせえへんよ。安心してな。みおぼう。旦那さん。今年も鳥羽楼は不動の大関だろうな。恐れ入ります。そういえば前に関脇を取ったあの女料理人の店、鶴屋ですね。うん。同じ場所に新たに店を構え、大層な評判だと聞いています。ほう。あの火事は付け火だったと聞いている。それがまことなら次はない。すいません、すいません、すいません、皆さん、すいません、ね、もう待ちなさいね、ちょっとね。
燃えちまった時はどうなることかと思ったが立派になってよ。おう、逃げまでありやがるとは驚いたな。ありえねえ、ありえねえよ。まったくだよ。どいてくんねえ、どいてくんねえ。先生の宝船だよ。ちょっとごめんなさい。どうもお待たせいたしました。はい、牡蠣の宝船でござい。牡蠣の宝船、新しい店の門出の祝い。縁起がいいですね。ありがとうございます。ただの焼き牡蠣ではないか。うん、あ、それは私の。旦那さん、旦那さん、お帰りだす。どうもどうも。え、ほらほら、ありがとうございました。うまかったぞ。中川、どうだった？美味しいことだった。あ、それはどうも、ありがとうございます。こんなに頂戴して、関谷と半の斉藤様、中川様、ありがとうございました。またどうぞ。またぜひ、ご利益に。お気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。先生、おおきに。うまかった。新しい店も評判で本当に良かった。はい、初めて食べた美穂さんの料理も牡蠣でしたね。牡蠣には苦労させられました。宝船もうまかった。ありがとうございます。よう、下がりはよ。小松原様。どうぞ。面白いですか？これはどうしようもないな。どうしようもなくうまい。あの茶碗蒸しなら客が飽きることもないだろう。見ていて飽きないその下がり眉と同じだ。あの、いえ、あの、寒くありませんか？ああ、茶碗蒸しと酒で十分温かい。おやすみなさい。なに、どういうことだよ。菊野の見受けはもう決まったことで。なに、こら、いや、わー、いや、ご勘弁を。うるせえ、うるせえ。何した？キクロ、何してる？うわぁ、どうだって、遅いことだ。遅い。誰か早く検査しよう。早く行け。またじ、あかん。やめては、あかん。お待ちどうかも。ふん、つまらん顔でニコニコしよって。新しい戯作の下調べがなかなか進まないもので、実は幻と言われる花魁の話を。朝日太夫ですか？美穂さんもご存知と。でもね、朝日太夫は幻などではありません。吉原の連中がいないと言えば言うほどその姿が見えてくる。太夫、
目を覚ましてくださんし。ごめんよ。またじさん。ああ。すまねえが、また太夫に作っちゃもらえねえか。お弁当でしょうか。いや、こいつで三つ煮を。のえちゃんは大丈夫ですか。のえちゃんが金柑の三つ煮を食べるのは決まって具合の悪い時なんです。違いますか。ならばなおさらこいつを頼む。あんたの作ったもんなら太夫も元気になるだろう。わかりました。本当に太夫のことをよく知ってるんだな。離れ離れになってもう10年になりますが、のえちゃんはのえちゃんですから。またじさんはどうして。もしかしてのえちゃんと。太夫は俺の命の恩人、それだけだ。俺は吉原で生まれたテテナシコでな、俺みたいな坊八一人のためにあの人は命を張ってくれたんだ。坊八。ああ、クルアの老主と同じ仁義礼智信忠孝悌、八徳すべてを忘れた人でなしのクズのことさ。もうずいぶん昔の話だが、幼かった太夫に一度だけ飯を食わせたことがあってな。カムロが逃げた。どこ行きやがった。おい、どこ行った。探せ。逃がさねえぞ。探せ。おう、マタジ。沖縄のカムロが一人逃げ出したってんだが、見かけなかったかい。知らねえな。おい、こっちにはいねえ。カラ汁だ。うまいか。吉原を出たけりゃ今は逃げることは考えるな。ここでどんなことをしたって生きて生きて生き抜くことだけ考えるこった。約束してください。太夫を守り続けるって。なあ。Thank you.
ちゃん。みおちゃん。もう泣いてへんか？先生、今年の桜餅の味はどうだい？ええ、ちょうどいい甘さですよ。ちょいと先生、ところてんの娘が。美桜さん。朝日田優が美桜さんの幼馴染。はい、お願いします。これを沖縄屋に届けてほしいんです。これはこぼれ梅、流山の白みりんの絞りかすをもらってきました。小さい時、のえちゃんこれが好きで、よくおやつに。食は人の天なり。私が今のえちゃんにしてあげられるたった一つのことなんです。それならば一緒に行きましょう。え、これを太夫に。こぼれ梅です。滋養にも良いかと。失礼します。待ってくれ。どないした？こぼれ梅や。懐かしい。
見てくんね。旦那さん、これは。あ、そいつで間違いねえか。いいから手に取って確かめてくんね。なんだかかんざしが喜んでいるみたいです。いいからいいから。あのだし作りがあって今の繁盛があるんだよ。鶴屋にとってもこいつは大切なかんざしだよな。いいかいいか。旦那さん、はい、お茶だ。おいしい。だろ？それに気がついたのは俺が一番さ。食えるかいっつって銭投げて蹴ってったのどこのどいつだい。おめえさんもさ、まさか女房連れで来るとはな。あの薬師さんの。はい。はあ、なんてもったいない。あ、いやいや、仲がいいこと。仕方ねえだろ、連れてけ連れてけってうるさくしょうねえんだよ。何言ってんだい、無理やり連れてきたのあんたじゃないか。なあ、おみつ、ここは江戸で一番の料理屋なんだ、一緒に行こうぜって。でもね、来てよかった。あんた、ありがとう。ありえねえ、まったくだ、本当にありえねえよ。何を考えてやるんだか。毎日が楽しみだよ。今年はきっと鶴屋が大関だよ。おー、女に俺に。はい。今日の鮎めしは実に良かったぞ。どうしまったんだ。具合でも悪いんでしょうか。体をもついに見つかったんですよ、朝日太夫の手がかりが。下作者がうちのこと嗅ぎ回ってるそうやな。うちは大丈夫や。またじ、無茶したらあかんで。自分は太陽に命を救ってもらった身、命を賭して太陽を守ります。それだけです。放り出せ。恩人だす。この地獄で
生き抜く覚悟を授けてくれたお方だす。朝日、このお人に指一本でも触れてみなはれ。朝日、今なさい。朝日、このお人を助けてくださいまし。見よ、あの先生は書くことが仕事。美代の仕事は何や？美代は美代のできることをしなはれ。美代さんですか？はい。まさか又地さんが太夫のためなら何をするか分かりません。吉原ではどんなに思い合っていてもかなわないことがあります。その思いが人を狂わせることも。私は太夫と約束したんです。身請けをしてくださる旦那さんがどんな方でも必ず幸せになると。美代さんにはどなたかお慕いしている方はおられるのですか？不思議な方で、何を考えていらっしゃるのか、それに私もどうしてか思いを言葉にできなくて。そういうものですよね。美代さんは思いを寄せる方とどうか一緒になってくださいね。なんだか萌ちゃんと話しているみたい。これがあちきの最後のお務めでありんす。もう太夫のそばにはいられません。
太夫をお願いいたします。約束のもの。本当にお前が朝日太夫を吉原へ売り飛ばしたのか。上方に水原東西という有名な駅舎がいましてね、その男がある小娘を捕まえて天下取りの僧だと言った。まさに旭日商店の僧や。その夜からさ、京和の大水が大阪を襲ったのは、小娘は家を流され、家族を失い、自分がどこの誰かも分からなくなっていた。そこをこの俺が引き取って吉原まで運び、朝日が昇る天下取り旭日商店と銘打って高く売ったってわけさ。おい、なんで貴様よ。おお前だけは許せないってことだ。待ってくれ待ってくれ待ってくれ。私さん、やめて。いつか地獄見ますで。あの後何があった。あの男は何者だ。教え抜きか。清右衛門先生、私と賭けをしていただけませんか。賭けだと。私の料理を美味しいと思ったら一つだけ願いを聞いてください。負けたら今日のことを全て話すか。3日で私を驚かせてみろ。太夫、お呼びですか。
ち、久しぶりにから汁が食べたいんや。作ってくれるか。あれはうちがこの地獄で初めておいしいと思った味や。またじ、これからもずっと作ってな。すぐにご用意します。ミオさん。元斎先生。料理について書かれた本を集めてきました。ありがとうございます。小野寺は何を考えているんだ。大事な見合いの席を。小野寺様がご到着され次第すぐにお通しいたします。
郎先生、一人で？おう、一対一の勝負よ。何が出てくるかと思えばただの卵の味噌漬けではないか。卵の黄身には需要があり、先生の目にも良いかもしれないと。小松原様、下がり前は2階です。原作者の先生と一緒で。味噌に何を入れた？砂糖ではないな。こぼれ梅、みりんの搾りかすです。この料理、名を何とつける？べっこうだまと。べっこう？幻の太夫はべっこうのかんざしがよく似合うと聞いております。お待ちください。賭けはどちらが？バカ者、人がどう思うかを賭けに使うとは。この勝負、初めから私の思うツボではないか。そんな。だが、べっ甲玉か。驚かされた。願いは一つだけだぞ。では気が変わらぬうちに早く言わぬか。清右衛門先生が今書かれている下作、その下作を私にください。何？朝日太夫は、のえちゃんは私の幼馴染、幻なのではありません。私たちは八つで二親を失い、それからずっと離れ離れ、今でも会うことは叶いません。せやけど、うちはのえちゃんとどんな時も一緒や思うてます。のえちゃんは必ず幸せになる、ならなあかんのだす。お願いします。これ以上のえちゃんを苦しめんといてください。下作者から下作を取り上げる、それがどういうことか分かっているのか？はい。ならば私の考える物語の結びを超えてみろ。え？江戸の女料理人が料理で身を立て、ついには吉原一の遊女を身受けする。窓はどうだ？うちがのえちゃんを？
幻の太夫、その見受け額は四千両と聞く。お前たちの結びを見るまであの戯作は眠らせておく。先生、もうお帰りで。私は四千両、あの戯作者の言う通り、お前が鳥羽楼を越え江戸一の料理人になれたなら叶わぬ夢でもない。道は一つきり。ああ、食は人の天なりだ。まっすぐ進め。下がるなよ、下がり眉。待ってました。どうね、2年ぶりのにわかだよ。
今年こそ浅井太夫の顔を拝めるかね。はあ、にぎやかだね。ほんまに気持ちまで華やぎます。花の吉原、この程度は当然のこと。驚くほどでもないか。うわっ、コロンさん、江戸の悪くないだろ。お狐様の恩返しです。俺ができることはここまでだ。あとは頼むぞ。みおちゃん、うちらは何があってもずっと一緒や。